紹介は、中国三国時代の義の武将、政治家、学者。字は、四季。父は、諸洋。母は、長匠かば。伊伯慶子は、小育、小子。予習英戦軍長者権の人。職官を閉廷した功労者となるも、職官の滅亡後に謀反を起こして殺害された。三国主義書に、捨けがあり、施設信号にもたびたび登場する。 幼い時から賢く早熟で、教育熱心な母親の影響もあり、若い頃から勉学に励んだ。紹介の母親は、近厳な性格であり、また勉強熱心、かつ教育熱心で、紹介に4歳で、公共を教え、その後も、論語、司教、少書、春秋差し伝、駅などの様々な書物を、紹介に教え暗唱させた。紹介の母親は、 紹介を15歳で、王の学部に入学させ、自分一人で勉強するように説いた。小渡るは、5歳の時の紹介を、並外れた人間と高く評価している。紹介は、草書、霊書に巧みで、他人の筆跡を真似ることも得意であったという。また、文章もうまく、論文を多数書いている。20歳で朝廷に出資した。父が、曹操 創碑時代の言動であったこともあり、最略、技能に優れ、博学で、勉強熱心だったので、若くして徴用されることとなった。青四年間、双方時代に、秘書郎に任ぜられ、少書中書次郎に昇進し、双方時代になると、館内校の借位が与えられている。芝市、芝明に徴用され、旧剣、文勤、諸葛丹の乱の鎮圧に参謀として参加した。 諸葛丹の乱時は参謀として軍事を取り仕切り諸葛丹の救援に来ていた呉の前益らを策略で義に基準させ勝利に貢献した。当時の人々は商会を死亡のようだと言った。その後、司令行為に昇進した。中央官庁から離れても当時の政治上の変更や正月をすべて取り仕切ったという。商会は人物眼にも優れており、 柴明に、大恵比寿など才覚ある名信を多く紹介しているが、残限で人を追い落とすことも多かった。傾向らが処刑されたのも、商会の計略によるものである。商会は功績を誇る不死があり、野心がその企業より大きい。慎み深くしないといけないと友人の風に、たしなめられた。柴明の婦人王求備めは、夫に常々、正式割に目を向けて、気を忘れ。 何でも自分でやりたがる人です。恩調が過ぎれば必ずや見境をなくします。退任を与えてはなりませんと言っていたという。また、真剣 A は、生会の野心を見抜いていたとされ、老いの羊に、紹介は勝手に物事を判断するので、いつまでも人に仕えているような人ではないでしょうと言い、羊を慌てさせたという。柴明は、紹介と共に、 食の国力が衰えたので制圧できると考え、食官の地形を調査し情勢を見分していた。262年、紹介は、鎮税将軍、刈武氏都督官中諸軍事に任命された。263年、柴明の命でトウモグサラと共に、食生伐に出陣した。紹介は、これつらを先方とし、赤城を下した。紹介は、伝明ららに、 剣閣の西を通り甲油へ出る道を取らせ、殿明は甲油の手前で、植軍の副兵三部隊を撃破した。その後、殿明は東茂草の指揮下に入り、先方に命じられた。東茂草が面地で諸葛仙羅を打ち取ると、劉禅は東茂草に降伏した。劉禅が降伏した後、商会は義兵らに略奪を許さず、植の官僚たちと友好的に接し、 脅威と信仰を深めた。章会は、職官性伐の功績により、使徒に認知られ、借位も健康に昇進し、一枚硬化増をされた。一方でこの職官性伐時に、賛同が崩れたことを理由に、虚、ただしを処刑し、さらに、諸葛糸口がひるんで前進しないと密告し、諸葛糸口の平権を取り上げ配下の兵を、自分のものにしている。 また諸葛亮の墓の採祀を行わせている。三国市義書商会伝の中に引く予防及び関心春秋によれば、職官に亡命していた加工派は、商会の才能を高く評価しており、商会は、職官、呉にとって、心配な事態を招くかもしれませんと語ったという。東悟草が、独断戦後を仕勝手な処置をしたので、商会は、孤立資産らともに、 トウモグサを告発した。その結果、トウモグサは平権を剥奪され逮捕された。これによって自立の野心を抱いていた。章会は大軍勢を一人で逃走するようになったので、脅威と手を結んで義に反逆しようとした。章会は、あわよくば、柴明にとって変わり、失敗しても劉備くらいに離れると計算した。264年正月15日。 生徒で、森軍、軍隊主騎馬門章、騎ただし以上のものを縁に招待し、監禁した。しかし、孤列の計略により、孤列のこの子縁ら将兵が反逆したため、紹海は殺された。この時40歳であった。同行していた兄の子も切られた。なお、紹海は、遠征に、息子ではなく老いたちを同行させている。というのも、彼は、 職官討伐の少し前の時点に一人身であったという記述があり、実の子に関する具体的な記述がないことから、生涯独身だったとする意見がある。職官討伐前に、正安氏は柴明に対し、商会に十数万の軍を与えるのは危険ですと言った。柴明は、職官討伐に正気を見出している人は少ないが、商会は、職官討伐に正気を見出している。 だから、商会に、食官討伐をさせるのだ。それに、もし、商会が裏切ったとしても、商会はうまくできないだろう。敗軍の将兵は、意気消沈し、遠征軍の将兵は、義に帰りたいから、同調しないだろうと答えた。商会の遺体は、向井武氏に引き取られ、埋葬された。柴明は、かつて王行が死んだ時、 私は貴郷が東市で国境したことを咎めなかった。しかしこの度は、商会が自らの意志で反逆したというのになぜ貴郷は葬儀を行ったのか。このようなことを許していたら法はどうなるのだと、向井武氏を叱った。しかし、向井武氏は、戦王は朽ちた骨にまで人愛を及ぼされました。先に功罪を知ってから埋葬することができるでしょうか。今、中伐がすでに、 紹介へ加えられ、法は、抹うされました。私は、彼の遺体を治め、埋葬を行って、道義を貫きました。殿下は朽ちた骨を憎みのべに捨てておいでですが、将来、神社賢人に嘆かれることになります。それは残念なことではありませんかと答えた。柴明はこれを聞き大変喜び、宴席で談笑してから神殿に帰った。陳児は、紹介を熟練した。 策略家であったが、大きな野心を抱き、最下をよく考えずに反逆した結果、一族と共に殺害されたと評している。三国支援義の妄想校の批評では、商会の反逆計画について、秘密が守られず、しかも迅速でなかった。その死は当然である。しかしことがうまくいっていればいたで、諸将を殺した後に、脅威に殺されていただろうから、どちらにせよ。 紹介は死ぬことになっただろうと表している。紹介伝によれば、紹介は、駅に、互い体なしという論文や、才能と本性の同意についての論文を書いた。紹介の死後に、紹介の家から、紹介が書いたと思われる、道論と名付けられた20編の文章が見つかったが、内容は、道家の説でなく、経明家の説であった。紹介は、王室と仲が良く、 王室の論の高埋さに感服していた。紹介はカーンとも交流があり、カーンの成人には起土哀楽の情がないという論を素実した。ちなみに王室はカーンの論を批判している。三国史義書三章定期の中に引く新序公参によれば、総合はいつも芝望む王鎮、廃衆、紹介らと東五天で気楽な討論会を行い、 文学論を書いていたとある。施設信号にはいくつかの逸話が載せられている。三国史義書紹介伝の中に引く、横によれば、紹介は筆跡を真似て、東茂草、芝明の文章を書き換えて、トウモグ草を陥れた。紹介伝には、食平定の恩賞に、子二人を抵抗に封じたという記述があるが、兄の子を数人養育しているとも書かれており、実施か養子かは定かではない。 友人の風は、頻繁に才能と性格が一致しないと論じていたが、紹介はその論を論述している。ここで言う、経明化は、論理学者ではなく、法化、人材品評化のような意味。名家人物、書物も参照。ありがとうございます。